はい、おはようございます。今日で45ですね。今日で45日目となります。はい、さしこちゃんです。始めたいと思います。今日は6月28日ですね。6月28日の45日目となります。さしこちゃんです。始めたいと思います。よろしくお願いします。まずこちらですね。今日は今日からですね、手ぬぐい展4が開催ですね。なので今日店主いませんね。今日から始まります。手ぬぐい展4、この4つ目、染め布社さん、ズカティさん、ヒラリさんですね、とズクさん、これなんかペンがついちゃってるけどズクさんですね。よろしくお願いします。いよいよです。もう本当いよいよというか今日からで、昨日梅雨明けしましたね。九州南部ってニュースで見たけど、宮崎はだから梅雨明けして、本当にタイミングがいい、もう手ぬぐいが必要な季節となりましたね。ぜひ今日初日はどうかな、平日なんでね、なんかそんなにぼちぼち、やっぱ皆さんお仕事されてるので、そこまで、ね、どうかなと思いつつも、タイミング的には、まあ、今日も天気がいいですし、もう手ぬぐい必要な方はぜひともと思ってるんですけどね。今日からです。よろしくお願いします。手ぬぐい店4、時間は10時半から15時、お昼の3時ですね。ちょっと待ってね。よし、ね、よろしくお願いします。あ、で昨日ね、昨日手ぬぐい店の作家さんのご紹介で、昨日ズクさんかな、ズクさんの動画をアップしましたね。ズクさん、まだ見られてない方は見てみてください。ズクさんね、ズクさんのいろいろ、まあ、昨年も紹介動画撮ったんですけど、まあ、昨年紹介したのもあれば、新作とかもありますし、まだ見られてない方はぜひ見てください。よろしくお願いします。でコメントいきましょう。ですね、どっからかなはい、じゃあここからいきましょう。ね、ローランさんからいただきました。ローラン、日だまりの縁側ですね。ローランさんですね。こんにちは、ローランです。はい、おはようございますですね。こんにちは、さしこちゃんですコメント読んでくださってありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。さしこちゃんも1周年迎えられたんですね。私も同じくらいに YouTube を始めた仲間ですので感慨深いですと。あー、ローランさんの方が先なのかな、先じゃないかな、違うかな、後かな、ね、一緒ぐらいですね、タイミングね。で、素朴な口調のさしこちゃんと、さっぱりした口調の店主さんとの掛け合いが楽しくて癖になっちゃうんですよね。だ、ありがとうございます。素朴ですか、宮崎の方はね、こういう感じですよ、喋り方ねでもボソボソっと喋る感じだと思います図案書きは時々無償にしたくなるんです。ああね、図案をね、積み木の図案を書いたって、で刺したって書いてましたもんね、昨日ね。で、今回は方眼のものばかり3枚を書き上げました。おお、ああ、方眼系のなんか積み木もその一つなのかな。方眼系って何があるんですかね。なんか方眼のものだから、なんか四角してるやつかな、の図案かな。で、本を見ながら、間違えながらですけどね、ああ、そうね、なかなかね、その通りにね、書きたいと思ってても、そういかないこともね、あるからね。まあまあ、でもね、間違えながらでもいいんじゃないですかね。ね、自分で書いたら達成感が出るんじゃないですかね。で、さらに刺して達成感が増すみたいなね、いいと思います。で、さしこちゃんの針の扱いが、うまくなられましたね。ああ、ね。まあ、下手ですけど、それなりにうまく、ちょっとですね、なってるかな。
ありがとうございます。これからも小さなチャレンジをしていきましょうね。ありがとうございます。そうですね。いいですね。小さなチャレンジ。ね、大きなチャレンジでもいいけど、まあ、自分の中でこう目標というかね、決めてね、ローランさんみたいに図案書きして、ね、3つぐらい書いたって書いてましたね。すごい。したことないけど、ね、またそういうタイミング来たらね、やってみたいなと思います。ありがとうございます、ローランさん。一緒ぐらい、1周年ですね。じゃあ、ローランさんもね、おめでとうございます。次ですね。次は、カラーミヤコさん。ミヤコさんですね。カラーさんですね。一周年おめでとうございます。ありがとうございます。パーンってクラッカーのアイコンがパーンってなってますね。サシコちゃんの動画の声を聞きながら、途中半端にしていたサシコ付近を仕上げました。なんか書いてましたよね。なんか待ち時間で、病院の待ち時間でしたりとかって書いてましたよね。以前ね。なんと6枚。6枚。あったね。6枚ありました。あったね。わ、すごい顔になってる。すごい顔のアイコン。おぉ、なんかムンクの叫びみたいなアイコンがついてる。自分も6枚あるとは思わなかったんでしょうね。みやこさんもね。で、探して確認したら6枚もあったと。で、長かったけど、ようやく終わりました。素晴らしい。早いね。6枚刺すのが早い。刺し途中とはいえ。こっちはもう1年で3枚ですよ。まあまあ張り合う気はないけど3枚ですよ。ね。すごい早い。ようやく終わりました。と。ね。コメントを聞くのが楽しみで、夕方にはさしこちゃんを探すのが、探すのがって。探さずにも登録してくれるといいんですけどね。探さないでも入ってくるでしょ、登録したらね。探すのが習慣になっていました。これからもよろしくです。ありがとうございます。やこさんね、6枚か。なるのかな、やっぱこう、なんか店主が言ってたけど、こう刺してると飽きちゃうとかなるのかな。で、そういうの飽きちゃうできて、で、そういえばって思い出して、探したら6枚でしたっていうことね。すごいな。どのぐらいで飽きるのかな。もう最初ら辺で飽きるのかな。それとももうある程度、もうあとちょいで終わるのにってぐらいで飽きちゃうのかな。でもそこまでいったら刺しますよね。まあ、やっぱ真ん中ぐらいかな。飽きるっていうか、こう別の。やってるうちに別の柄を見つけて、そっち行っちゃうみたいなことですよね、多分ね。なるほどね。6枚コンすごい。でも終わったなら良かったですね。お疲れ様でしたね、宮子さんね。コメントもありがとうございます。嬉しいです。ね。じゃあ次行きましょう。じゃあ次は、さきさん。さきさんからいただきました。こんにちは。こんにちは。私がコメント1号だったのを覚えてくれていて嬉しいです。いえ、とんでもないです。話しおんさんからのコメント気づいてなかったです。しおんさんがね、書いてましたもんね。さきさんのすごいっていうのをね、僕へのコメントじゃなかったってやつですよね。先生なんてやめてくださいよ、と笑って泣き笑いしてるけどね、嬉しい。実際嬉しいの顔だな、これな。ただの知ったかぶりのおばちゃんなんですから、これもほら、嬉しいな。言ってるけど嬉しい顔してますね。ね。やめてくださいよって言いながら嬉しい顔がアイコンに出てるね。ね。もっと言ってって感じでしょうね、多分ね。やめてくださいよ。かっこもっと言ってみたいなことでしょうね。なんだ。インプットした豆知識を、アウトプットしただけですよ。で、ほら、またさっきのアイコン。この3つアイコンがね、そんなことないですよ。そんなことありますよ。みたいなアイコンに見えてきた。でも、どこかで、誰かの記憶に残れるなんて素敵なことですね。そうですね。ありがとうございます。もう本当そうですね。まあ、こう、やっぱこう、親切にね、教えてくださるっていうか、こう、気持ち、なんかわかりますよね。コメント書いてるのとかもだし、さっきさんのそのツイッターで画像付きでってね、やってくださったりで、やっぱこう、
やっぱ親切というかね、教えたいっていうか、もう伝わるんですよね、それがね。で、僕もね、ありがとうございます。プラス、まあ、僕みたいな同じことで悩んでる人がいたらと思って、まあ、使っていいですかっていう流れで使わせていただいたんですけど、本当記憶にね、残ります。本当で、最初の方にあったそのコメント第1号はね、昨日も話したんですけど、大体ね、佐吉さんがいろんな最初のコメントもそうですけど、こういろんなことをしてくださったのは佐吉さんの、いろんなこう僕のことを紹介してくださったりとか、大体佐吉さんがね、そのアドバイスとかそういう指し方を教えてくれたりとか、ただのコメントじゃなくてそういうことをいろいろ、多分好奇心がねすごい旺盛というか、もういろんなことにアンテナ張って興味持たれて、で行動に移される方なんだろうなと思ってって思いますね。だから大体最初ですよ、佐吉さんがいろんなことをねしてくださるのね、ありがとうございます。もう覚えてますよ、もう忘れない。やっぱもう昨日も話したけど、名前のインパクトが最初あったから忘れることはないですねありがとうございます。じゃあ次、夫でマリエさん、お、マリエさんね、久しぶりね。マリエさんからいただきました。最近動画を見ていませんでした。あ、全然全然で、久しぶりに見ました。ありがとうございます。コメントまでいただいて、刺し子を始めて1年なんですね。あ、そうなんですよ、1年ね経ちましたね。で、私はまだ始めて、あ、半年ぐらい、あ、半年ぐらいなんですね、半年ぐらいですと。これからも刺し子を楽しもうと思っているのですが、でんてんと、個人的なことですが、最近右手にしこりがあること発見しましたと。腫瘍だそうですって書いてますね。つらい、悪い、腫瘍で、あ、幸い、あ、つらいじゃん、幸いね、幸い悪い腫瘍ではないのですが、大きくなってきたら切るかもしれませんと。ああ、なるほど。ね、そうすると、あ、刺し子はね、手術したりすると刺し子ができなくなるでしょうと。私も刺し子は楽しんでますと。いずれはできるようになると思いますが、好きな手芸ができないのは辛いですと。頑張っている刺し子ちゃんの動画を見て、私も刺し子をしている気分になりますと。頑張れと、刺し子ちゃん、あ、頑張れ刺し子ちゃんと、ありがとうございます。それに対して、話し音さんから来てますね。ちょっと待ってくださいね。マリエさん、動画でのコメント聞かせていただいてますと。腫瘍ができてしまったのですねと。痛みあるのでしょうかと。大きくなるかもしれないのですねと。心配ですねと。ね、手術は怖いですよねと。無理せずゆっくりしてくださいねと。どうぞ。大事になさってください。かっこ、突然のコメント失礼しました。とね、シオンさんから、もう早速、マリエさんにコメント、ね、していただいてます。ね、マリエさん、まず投稿ありがとうございます。そして、シオンさんもありがとうございます。変なお返事ね。ね、なんか久しぶり見ていただいたのになんか、いろいろ大変だったんですね。腫瘍が見つかったっていう感じで。で、悪いやつじゃなかったっていうのは良かったですね。ね、いろいろ、僕も詳しくないですけど、あるからね。で、やっぱそれを、まあ、大きくなっていくようなやつだと取っちゃわないといけないから、そうするとやっぱこう、手がね、しばらく言うこと聞かなくなるから、大好きな手芸ができないっていうことですよね。ね、まあ、その、まあ、どう、やっぱね、取った方が良いものであったらね、取って、ちょっとできない期間もあるかもしれないですけど、まあ、その期間はもしこう、ね、後半に書いてある僕の動画を見て刺す気分になっていただけるんだったら、もうそれでも嬉しいですし、もうちょっとしばらくこう動画を見たくないというかね、刺し子から離れたいというのであれば、もうそれはね、離れた方がいいと思うし、もうシオンさんにも書かれてますけどね、ゆっくりされる方がいいと思いますね。こう、
動画見て気分転換になるならね、それはもう本当全然見てください見てくださいというか、まあこの僕の動画じゃなくてもいいのでね、もっと上手な人いっぱいいるからね、それで楽しんでいただければなと思います。やっぱね、僕もね、まあマリエさんと同じ経験はないですけど、こうなんかこうなんか、いや、例えばまああんまり自分個人的にあんまり良くないことっていうか、嫌なことっていうか、こう考えたくないことっていうのがあった時は、もう僕はもう一回ちょっと離れるようにしますね。離れるようにしたり、まあなんかなんだろうな、まあ一番ですね、離れるようにしてますね。考えないことがいい、一番かなって思って離れるんですけど、そうしてこう時間が経った時にふと何かそうまた思い出した時には、もうだいぶ昔ほどのこうなんて辛さというかね、嫌さはなくなってたりすることもあるので、本当に時間が解決することってありますね。そうあるんですよね、そういうのがね。だからもう本当に同じ経験がある人でも、やっぱりその人でね違うから、絶対的に分かるって難しいと思うんですよね、それぞれの環境があるからね。まあだから、もし動画で気分転換になって手芸している気分になるならね、ぜひ見てください。でね、まず手術をねされるのかどうかですね、そこの問題もありますからね、ちょっとねしっかり考えて判断していただければなと思います。ありがとうございます。マレーさんね、久しぶりでしたね。コメントね、コメントとか打つの大丈夫なのかな、手が痛くで、ね、痛いとね大変だからね、大事にされてください。で、シオンさんもありがとうございます。早速やっぱ嬉しいですね、こう僕もコメントするんですけど、それ以外の方がこうコメント読んでくださってるのは嬉しいですね。でコメントを返信してくださるのも嬉しいです。ありがとうございます。あ、で次がそのシオンさんですね。シオンさんから来てますね。話オン、のんきな手芸の話オンさんですね。こんにちは、こんにちは。頑張るより楽しむことを大切にしたい話オンです。あ、昨日ねコメントを書いてくださったやつですね、これね。で今回は1年間の振り返りの回になりましたね。あ、そうですね、昨日の動画もね、振り返りというか、まあコメントがね、そういう感じのコメントが多かったからね。で私はいつぐらいから面白トーク、かっこ、これなんていうの、饒舌っていうのかな、何舌かな、饒舌かな、面白トーク饒舌になるのか、いつぐらいから皆さんのコメント紹介がメインのおしゃべりになるのかということに注目して過去動画を見漁っていますと。過去笑い見漁ってますかあ、なるほどね、視点が面白いですね。いつからこういう感じの喋り方で、いつからこう皆さんのコメントを紹介しながら喋ってるのかってことですね。これ最初からじゃないか、最初からというかコメントいただいた時からやってんじゃないかな、違うかな、急にじゃないと思うんですよね。多分最初にサキスさんにコメントいただいた時も紹介はしてると思うんですよね。してなかったかな、多分してると思うんですけどね。で、すみません、ちょっと話が途中で、手元は何も言わずとも面白いので、手元ってな、この手元、これが面白いってことかな、ということかな、ちょっとあ、僕が察してるのが面白いってことね、いろいろ見せるから、そういうことね。トラブルが起きたら、おっとトラブルと自らトラブル警報を発してくれるので、その時に注目すれば、ああそういうことね、あ、画面は見なくても僕がトラブった時は僕が「ああ」とか「しまった」とか言うから、その時に画面を見ればいいってことね。ああ分かった、意味が分かったね。その時に注目すればよいのですと、かっこ笑い。
私からも振り返りを一つと、ヤバネの16本目だと具体的だな、16本目だと思うのですが、今年の元旦に何が起こったか覚えてますかと。覚えてません。もう覚えてますかって来ていますからね、クエスチョンで。覚えてません。もう正月もう半年過ぎたら覚えてない。でその下を読むと、ぐるりを差し終わり、中身を刺したいのですが、布と布の間に針を通せず、ヤバネね、斬新な方法でピンチを乗り越えました。僕がね、本当斬新。ヤバネのぐるり、ぐるり塗って中だよね、次ね。斬新な方法でピンチ乗り越えた。よかったですね。乗り越えたんですね。ちょっと一言みたいに言ってますけど、乗り越えたんですね、僕ね。で、気になる方、これ僕じゃなくて皆さんにお伝えしてるんです。気になる方、ぜひ過去動画のヤバネ16本目をご覧くださいと。じゃああんまり多く言わない方がいいのかな、僕も思い出したら。で、タイトルに、括弧2022年元旦と書いてあるので、検索すればすぐにわかるってことかな。すぐにわかると思いますと。あれを元旦に一人でやったのは、元旦ね、そうね。元旦は早朝かなんかしてんじゃないかな。元旦に一人でやったのはすごかったですね、と。ほんと。多分元旦はね、普通の会じゃないからね、多分早朝してる、元旦とか年末とかは何日かは連続で早朝していった覚えがあるな。違うかな。なんだかわかんないけど、勇気をもらいました。このね、なんだかわかんないけど勇気をもらいましたっていうのがね、僕も喜んでいいのか、どうしていいのかわからないんだよね。このなんだかわかんないっていうのはね。そして、笑いもいただきました。笑いがある回だったのか。どうなんだろうな。1年間、ほぼ毎日刺し子を続けられたことは、本当にすごいことだと思います。まあね、ほぼというか、すごい、長期の休みもありますけどね。ね、体調崩して休むこともありますけどね。で、枚数は関係ないですよね。そう。もう僕はね、もう枚数は関係ない。3枚。3枚です。ね。関係ないというか、枚数を売りにしてない。売りにしてるな。3枚って言ってるな。ずっと。さっきから。3枚です。この調子で、積み木も飽きることなく、最後まで差し切ってくださいね。本当ですね。ありがとうございます。飽きることはないですね。もう、喋りながら差してるからね。で、2色目がね、何色になるかも楽しみにしています。これ楽しみにしてくれてる人いるんだね。しのさん楽しみにしてくれてるのね、2色目ね。2色目刺すのかっていう問題もありますけどね、ほんとね。そのまま若草で刺しちゃうんじゃないかっていうね、忘れててね。そういうことも、泣きにしもなんで、ちょっとありがとうございます、しのさん。なんかいろいろたくさんコメントいただきました。ね。で、その振り返りはね、またその16本目という結構具体的な感じで紹介してくださってるので、もし興味があれば見てください。なんかピンチを乗り越える、さしこちゃんがそこにいるそうです。わかんないけどね。ありがとうございます。でもう一個来てるね、しおんさんね。これもさっきっていうか、もう朝だな。おはようございますと。おはようございます。再びコメント失礼します。いえ、とんでもないです。テーブル変わったんですかって聞いてます。これね、変わってないです。変わってないというか、この動画を撮るときには、いつものこう黒いテーブルでなんですけど、これ、テーブルを変えたんじゃなくて、場所が違うんですよね。昨日ちょっと言ったんですけど、昨日と今日は、明日というか、これから以降は分かんないですけど、このテーブルは、ここ今涼しい、風の通りがいいから、とりあえず暑いんですよ。だから、暑いから、ちょっと今変なになりました。大丈夫かな？今、動画撮れてるかな？今ちょっとちょっと話の途中ですいませんね。僕のスマホが今、省電力モードって言って、ちょっとぼやーってなったんだけど、
動画は撮れてんのかな、ね、そろそろ終われって話ですね、多分ね。あ、暑いから涼しいところで撮ってます、今この場所は。だからしばらく、多分ね、それこそ1年前も始まりはここの場所というか、このテーブルで撮ってると思うんですよね。違うかな、始まりか、しばらくは。最初はどこで撮ったかな、ちょっと覚えてないな。最初の動画見直さないといけないね。そうなんですよ、テーブルが変わったんじゃなくて場所が変わったんですね。よし、じゃあ今日ここまでしとこう。ちょっと急に電源が切れそうな、ちょっとスマホの充電が満タンじゃなかったので、今日はじゃあここまでにします。で、ちょっと話がすごく中途半端になっちゃったんですけど、しおんさん、テーブルは、まあ、変わったといえば変わったんですけど、本当に変わってるのは場所ですね。テーブル自体ありますね、その黒いテーブルも。場所が違うっていう。で、なんかちょっとすごい中途半端な感じになっちゃいますけど、ちょっとスマホが、こういうパターンなかったな。こういうスマホの充電がなくなりかけてますよの画面に一瞬なったから、動画がちゃんと撮れてんのかが、ちょっと僕が見てる感じだと一瞬ぼやってボケた感じがするんだけど、ね、すいません。で、皆さんたくさんコメントありがとうございます。で、あとマリーさんもね、大事にされてくださいね、手をね。ね、刺し子をね、見て楽しんでいただければもうそれでね、僕は嬉しいです。ね、あと、たくさんいただきましたね。ローランさんもね。宮子さんもね、6枚刺したで。すごいな。さっきさんもね。面白かったね。はい。じゃあ今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。